大福密約とは、自由民主党の有力議員であった、大平正義と福田武雄の間で1976年に交わされたとされる密約のことである。当時政権を運営していた三木武雄を退陣させ、自らが内閣総理大臣、自由民主党総裁になろうとする福田武雄が、ライバル関係にあった大平正義と結んだとされる、 三木屋とはまず福田が、総理、二年後に、太平に譲ることを趣旨とする密約である。主に太平派の主張に基づく、密約の内容と密約締結前後の経緯は、以下のようなものである。1976年、内閣総理大臣、自由民主党総裁は、三木武雄であったが、8月19日には、党内反主流六派が中心となって、 巨頭体制確立協議会が結成され、三木ろしが格索されていた。当時、三木に代わるものとして有力視されたのが、聖和政策研究会の福田武夫と、木曜クラブと協力関係にある、高知会の大平正義であった。三木は解散権と、閣僚悲鳴をちらつかせて、収集を図るが、9月10日の閣議で、閣僚衆議院解散の閣議書への署名を、 閣僚から拒絶され、硬着状態が続いていた。このような中、福田武雄と大平正義は、品川のホテルパシフィック東京で2回にわたって、密会した。この会合は、集団会の大番頭、堀茂が、仲介者役としてセットしたもので、大倉省の先輩である福田に、大平が譲るよう調整された。同年10月27日、 この席で以下の文書が作成され、末尾には合意の証として、福田、太平並びに、立ち会い者である、そのだただし、鈴木善幸のそれぞれの署名と顔があったとされる、総理総裁ポストに意欲を持つ大平が福田に総理、総裁ポストを譲り、総裁人気が3年から2年にされことは、 福田は、総裁を一期二年の三つ止めて二年後に、太平政権を前上することを了承したものと、解釈され、そのだも、これじゃ二年後、私たちは、太平政権樹立のために走り回るということを、約束させられたようなものだなどと語ったという。なお、この席で狂気した福田は、二年後には政権を福田から、太平上とする。 胸の一文を盛り込むことを申し出たが、大平が、福田のことを信ずるのでそれには及ばないとしたとも言われる。三木は解散権を行使できぬまま衆議院の任期満了を迎え、12月5日に行われた第34回衆議院議員総選挙で、自民党は半数を割り込む敗北を喫することとなり、責任を問われた三木は12月17日に退陣を表明した。 大隅両派と福田派の間で、すでに協力関係が結ばれていたことから、12月23日に、福田は無投票で、第8大自由民主党総裁に就任し、太平を幹事長に据えた。翌日の12月24日に、福田は内閣総理大臣指名選挙を僅差でしのぎ、福田内閣を発足させた。 密約から2年後の1978年に、福田は、太平へ、政権全条を拒否して総裁選出馬を表明した、ため、大福提携が崩壊した。福田と大平は1978年自由民主党、総裁選挙を争うこととなるが、現職の福田は大隅両派に切り崩され、予備選挙で敗北した福田は、本選挙を辞退して退治にし、大平が、 総理総裁となった。なお、福田が太平への政権全条を拒否したとき、堀は、病床で太平に自分の力不足で申し訳ないと漏らして、調整を放棄した。また、福田改造内閣で外務大臣となった園田は、第一次太平内閣でも続投となり、翌1979年の40日構想で、福田が、 主犯指名選挙に立候補した時には、福田派からただ一人太平に投票した。会談に立ち会った鈴木善光は生前、それを文章にして、署名なついんしたものがどこかに今でも秘蔵されていると、語り、太平の娘婿である森田はじめも、書面を見たとするなど、太平派の議員らは密約書の実在を主張した。一方、福田武雄の長男である、 福田康夫は、そういうものはなかった。ある人が発言したことで一気に、本当のごとく、広がっただけだ。福田もはっきりと、ないと言っていたと、密約そのものを否定し、福田政権は、順調に実績を上げていたし、変わらなければならない理由はなかった。福田は、譲るときは、大平さんという気持ちを持っていた。年齢の問題もあり、いつまでも、 首相をやるとは考えていなかったと主張している。2004年に、週刊誌、読売ウィークリーが上述の、大福密約の覚書の内容を公開した。この文書は、園田忠の次男である、園田博之が所持していたもので、高知会の便箋に、福田、大平了解事項と記載されていた。その後、産経新聞の今堀守る通りが、署名の筆跡が、 いずれも同じであることや顔が、福田のものと一致しないことを疑問に思い、持ち主の園田博之を取材したところ、文書は、義母で、園田正の妻であった、園田天皇皇が保管していたものであること、博之自身もこの文書を本物だと思っていなかった、ことなどが判明した。また、博之は文書を大切なものだと思っておらず、今堀の取材時にはすでに紛失していた。 ありがとうございます。